手につなぐ、左へのボール、さあチャンスになる、中山つないでほしい、中山、石井へ、もう一度中山、中には西野がいる、動き直した、そして渡辺上がってきた、さあいいクロス上げてくれ、渡辺大吾、いいクロスが上がった、ファーサイドから石井ヘディングシュート、石井、石井決めた、闘志の塊石井決めました、1対0、後半44分、なんと石井の5年ぶりのゴールが J1 へ大きく近づくゴールになりました。サイドの展開から大吾いいボール上げましたね。